り方向です。
4月11日発売だそうです。お米のソーダ、お米や豆乳など植物性原料の使用にこだわり、仕上げたまろやかな味わいとソーダの爽やかな風味が融合と、すごい夜への話題みたいに説明してくれてるところね。お米のソーダアイスってよくわからないけど、確かに大人って感じですね。そして4月10日から4月16日まで2023年に40周年を迎える G-SHOCK とのコラボ、オリジナルガリガリ君 G-SHOCK が40名様に当たる。5キロ以上道なりです。そうです。なんてマダム狙いのニュースなの。やっぱり、お待ちさしましょう。40名様、40本しかないってことだよね。めっちゃ欲しい、これ。ちょっと、このタイムで赤木乳業実はするんだよね、これ。ねえ。いやー、すごい。ちょっと、G-SHOCK も気になるけれど、お米のソーダっていうのが一番気になる。11日ね。来週ってことね。これちょっと要チェックしとくわ。レイチェルさん、ありがとうございました。いやなんか本当ね、バスツアーがねみんなでできたらいいんですけれどね、知れないですけど、私の場合はねまたどうなるのかね、魔女会の方で1回だけちょっとやりましたけど、まあ、グッドタイムでもどうなるかわかんないですけど、まあ、皆さんもこれからちょっと楽しみにしててください。さあ、こちら九州の記念リリース、サルガス白い雲のように、thank you.
ご案内いたします。この列車は特急霧島13号鹿児島中央行きです。グリーン席は1号車の前寄り。We will soon be arriving at Nishimiyakonojo. Please mind the opening door.この列車は特急霧島13号鹿児島中央行きです。止まります駅は国分、隼人、加治木、鹿児島中央です。この列車はワンマン列車です。ご用のあるお客様は駅足元にご注意ください。お降りの際はお忘れ物のないようご支度ください。座席のミニポケットを。始発線はお乗り換えです。開くドアと足元にご注意ください。お降りの際はお忘れ物のないようご支度ください。座席のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。Thank you for riding with JR Kyushu. We will soon be arriving at Hagyado. Please mind the opening door.
島中央、鹿児島中央です。新幹線、鹿児島線、指宿枕崎線はお乗り換えです。駅の放送案内にご注意ください。新幹線にお乗り換えのお客様は階段を上って新幹線乗り換え改札口へお越しください。皆様のまたのご利用をお待ちしております。開くドアと足元にご注意ください。お降りの際はお忘れ物のないようご支度ください。乗り降りの際は足元にご注意ください。どうも。